かも。そうなのか。なんか物騒だな。見ろ、あいつらは麦わらの一味。何かウソップだ。何、麦わらの通称海賊狩りのゾロ、通称黒足のサンジ、わずか8歳で賞金首になったニコ・ロビン、そして綿あめ大好きトニートニー・チョッパー。誰なんだ。ルフィもいるのか。どけ、どいてくれ。おいゾロ、サンジ。何なんだあの喋るタヌキ。ロビン待ってくれよ。ロビンもやっと着いたもんな。ゾロは集合場所に一番に着いたんだって。よーく迷わなかったな。確かに見たこともねえ生き物だ。あ、待てよ。おい、ちょっと待てよ。なあなあゾロ、サンジ、ロビン、久しぶりに会ったのにどうしたんだよ。おい、まだついてくるぞ。そこ出れてんのか、こにゃら。まさかあいつ、一味のペット。俺たちのこと主人が帰ってきたと思ってついてきてやがるんだな。お前らなんか雰囲気変わったな。まあいいけど、あんたはもういいからどこ行きな。おいでチョッパー。キュウリよ。